1990年ドイツ連邦議会選挙は、ドイツ連邦共和国の下院にあたる連邦議会の議員を選出するため、1990年12月に行われた選挙である。この選挙では、同年10月3日の東西ドイツ統一によって、ドイツ連邦共和国に編入された旧東ドイツ地域でも選挙が行われた。1989年11月のベルリンの 壁崩壊をきっかけに、翌1990年10月に、東西領ドイツの再統一が実現したことに伴い、新たなドイツ連邦共和国の連邦議会の議員を選出するために行われた選挙である。再統一を推進した、コール首相の与党である、中道保守連合が対象する結果となった。CSU シシは、ドイツ南西部のバイエルン州のみで活動する、 地域政党で、連邦議会において、共同会派を構成している、姉妹政党の CD は、同州では候補を擁立せず、選挙運動は行わないため、両党は競合しない。CD、CSU と FDP は急速な東西ドイツ統合を、主張し、国民の支持を集めたことで、大幅に議席を増やして勝利した。一方スピードは、 得票率33.7%と大敗したことでオスカー・ラフォンテーヌ党首が辞任した。また同時に行われたベルリン市議会議員選挙でも CD が勝利した。民主社会党はドイツ全体では2.4%であったが東ドイツ地域では11.1%の得票を得たことで議席を確保した。請求な東西ドイツ統一に 反対の立場を取った、西ドイツの緑の党は3.8%の得票率に止まり、連邦議会における議席を失った。一方、東ドイツ地域においては、市民運動勢力が結成した同盟90と、東ドイツ緑の党による政党連合が、東ドイツ地域で6.2%を獲得したことで、議席を確保した。ボーターターンアウトバイエレクションイヤー。 ウェブサイトオブザフェデラルリターニングオフィサー S オフィスザフェデラルリターニングオフィサー2014年11月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年11月7日閲覧ありがとうございます